こんにちは、花坂寺さんです。今日はね、金魚草の切り戻しをして、超満開にする4つの方法をね、伝えたいと思います。この金魚草の特性はですね、非常に開花期が長いんですね。で、耐寒性が強く香りがあります。特徴はね、甘い香りを漂わせ、金魚を連想させる愛嬌のある袋としては、袋とした花形なんですね。それではね、早速切り戻しをしていきたいと思います。今日はちょっと雨なんでね、雨の音がちょっとするかも分かりませんが、ご容赦いただきたいと思います。まず切り戻しですからですね、鉢の内側、外側ですね、鉢から出てるところをね、まずカットしていきたいなというふうに思います。まず鉢の内、鉢から出てる部分をね、切ります。カットします。ちょっと見にくいですから、ちょっと下下げましょうかね。こんな感じかな。はい、ここです、皆さん、こうですね。鉢から出てるところも全部切りますね。カットします。そして丸く仕上げるような感じ、丸く端から端までね、丸く仕上げるような感じでカットしていきたいなと思います。まずね、鉢の、出てる部分を切ります。カットしていきます。花がなくなりますけどね、すぐ咲いてくれますから。はい、このカットの今日のテーマはですね、バッサリというやつですね。バッサリカットしていきますね。バッサリいきますよね。綺麗に咲いてくれましたね。中盤戦ですね、もう一周回りましたから。あと真ん中がね、残ったんで、これもつまんでカットしていきます。あとね、調整をかけます。はい、あらかたカットしましたね。切り戻しがですね、終わりましたので、まず最初何をするかというとですね、こういったものを消毒をやります。虫病気の予防ですね、切り口の消毒ですね。シュッシュッシュッとね、根元まで消毒、特に切り口をね、中心に消毒をやってください。そしてね、必ず切り戻しとか、あれ、
ね、摘種したらですね、こういったもの乾燥性肥料ですね、あげてください。結構鉢大きいですからね。はい、これをですね、2個ずつ鉢の内側に埋めるということですね。なんで鉢の内側かというと、根から一番遠いところだからですよね。根に負担が来ないように一番遠いところに埋めます。なんで埋めるかというと、これはただ転ばないように埋めるだけですね。転ばないように埋めるだけです。はい、転ばないように埋めたらですね、これで、切り戻しの完了ということになります。引き続きですね、超満開にする4つの方法を伝えますから皆さんにね、今ね、切り戻しましたけどね、まず1つ目、栽培環境なんですね。この金魚草、日当たりと風通しの良い場所で育ててください。で、水はけの良い土を好みます。で、耐寒性はね、マイナス5度と言われてるんですよ。で、暖かい地方ではね、外でも冬越しが OK です。これ外で冬越ししてます。霜に当たらないよう軒下に置くかね、霜よけが必要かと思いますね。冬になった時はですね。2つ目、水やりです。金魚草はですね、乾燥にはめっぽう強いんですよ。しかしね、加湿になると枯れてしまうんですね。で、土が乾いたらたっぷりと水やりをします。で、花にね、水をかけると枯れてしまいますので注意が必要かと思います。で、冬はね、生育が鈍るんですよね、どうしても。で、あまり水はね、必要ありません。で、やるときはね、暖かい時間帯にあげてください。3つ目、何かというと肥料なんですね。植え付け時に乾燥性肥料を混ぜて、植え付けています。で、冬の間ですね、寒冷地では肥料は必要ありません。暖かい地方でね、花が次々咲いてくる場合は月に1回固形肥料で、ね、あげてほしいなというふうに思います。4つ目、何かというと、これが一番重要、実はですね、4つ目の摘心なんですよ。で、やらなくてもね、ある程度これでも花は咲きます。形も大体整ってますけど、あらかたこんな感じで咲くんですよね。ただね、超満開までは無理かもしれないですね。その場合ですね、もう一回摘心をやる。で、このままでいいやとかだったらそのままでいいんですよ。別にもうこのままでも十分咲きますから。で、超満開にしたい方はもう一回だけ摘心をするということですね。今日はね、金魚草を切り戻しました。花咲かじいさんと一緒にね、超満開の花を咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントくれてありがとうございます。もう感謝感謝感謝なんですね。チャンネル登録し、また視聴して、花咲かじいさんを応援しましょう。方法は画面中央に私の似顔絵が出てますから、ピッとねクリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画で張り切ってお会いしましょう。